お、俺の実、ありがとうございます。参考このエンジ、なかなか太っ腹なんだが。本読むね。ポケモンにタイプがあるように、技にもタイプがあります。ポケモンと技、それぞれのタイプが同じだと、技の威力アップする。ですね。それは大丈夫かな。これ多分、裏口かな。ですね。ここにもなんかあったなって思ってたんだよね。じゃあ、上行こうか。いける？上。いけないかな、これ。これいけないかな？あー、それでこの子と戦えるんだね。みんなやられたようだな。ボス感がすげえんだけど。アーボの特性くらいな。威嚇だっけ？特性って。何でしたっけ？威嚇だっぴ？決めてんなぁ。すげえ決め顔だったな、今。ホープトレーナー。多分威嚇だよね。ですね。まあ、攻撃は下げられてしまいますが、キノコなら特殊なんで大丈夫でしょう。特殊だよね。だよね。よしよしよし。あざます。これでとりあえずトレーナーさんたちは大丈夫かな。ということでレベル14になりました。炎の牙欲しいな。普通に欲しい。ここチェンジで。まあレベルも全体的にそれなりには上がってきたかな。威嚇は相手の攻撃力を下げる特性。ポケモンの特性を理解すれば有利に戦えるぜ。まあいいか。おお、かけたんですか。強いお前を認めてスペシャルなプレゼント。技マシンをプレゼント。お、初技マシンですね。奮い立てる。ありがとうございます。確か攻撃と特攻1段階アップだっけ。一瞬で技を覚える。ポケモンがその技を覚えられないと無理。残念。無理。で、何度使っても OK。ほんとね、こうなってからいいよね。技マシン。呼び出し？これ怒られるんじゃないの？大丈夫？まさか、そうかも。そうなんですか。やべえなー。これちょっと、どうしようかな。行った方がいいですかね。アドバイスしかくれない博士。とりあえずね、ニャビーとツケラにね、奮い立てる覚えさせました。これで上に行けるか。行きましょう。はい、私の教え子たちをみんな倒すなんてすごい。ガチ説教始まると思ったわ。だから私もあなたと勝負したいの。準備はいいかしら。どうぞ。張り切ってどうぞ。ククイ博士から聞いています。あなたが選んだパートナーのニャビーに相性のいいタイプのポケモンになるんだ。この先生大人げないんだが。大人げないんだが、もう完全に勝ちに来てるんだけど。ねりこ先生。足割り使ってきてる。いやー、でもなー、ちょっとねー、俺引っ込めたくないなー。これで勝ってやりたいですよねー。まあひねらいで
よし。ただ問題はね、水鉄砲がどれだけ食らうか。うわー、結構痛い。結構痛い。ということで、つけらさんでいきまーす。多分ね、なんで、ピチュー出さないんですかっていうのはね、あると思うんだけど。それはね、アローラのポケモンではないからです。とりあえず、まあ、押していけるかな。はい。OK。対戦ありがとうございます。何とも言えない表情者だな先生。むしろあなたが私の先生になっていいですよ。冗談はさておき、先生に勝利した記念にこれをどうぞ。スーパーボールを5個手に入れた。嬉しい嬉しい。でもね、今までのシリーズね、全部モンスターボールで統一してきてるんで、まあ、売っ払ってモンスターボールに変えようかなと。それかまあ、持っておくだけにしておこうかなと思います。え？イリマさん。君の戦いチェックしていましたよ。すごくご機嫌でしたから、思わず呼び出してもらったんです。はい。なるほど、ウェルカムですよ。え？試練？キャプテンというのは島キングに挑むための試練を与えるもの。へぇー。いや、だいぶ仲間増えてるけどね。そうそう。スクールの前を陣取っているケンタロスのことを伝えておきました。あー、名物、名物。じゃあ通れるようになるのかな、これで。レッスン終えました。ありがとうございます。ポケモンと仲良くだ。みんな集まっちゃってる。いや、ちょっと未来のチャンピオン頑張りますね。タウオリシティを案内しますね。お願いします。ただね、その前に回復したいかな。その前に回復したいかな。大丈夫かな？できるかな？あー、俺は左に行きたい。俺は左に行きたい。何この視点。なんだよ、この視点は。トレーナーズスクールでポケモンさんと力を合わせて戦う姿良かったです。ライラさん、ポケモンさんのために全力を出すって感じで、だからあの時星雲ちゃんを助けられたんだって分かったんです。そういえばケンタロスさん、お、いる。連れて帰りますぞ。こやつを撫でてくれますかな。撫でる。ケンタロス、なれなれろとか、僕の方がすべすべろととか言ってる。ちょっと何言ってるか分かんない。頭を撫でる。たてがみに触れる。尻尾をつかむ。撫でる。ちょっとマジでね、ちょっとふざけると何やらかすか分かんないですからね。うん、ハウオリシティってところでね、行くっぽいよ。俺も行く。美味しいもん食べたいっす。いいキャラしてるよな、ほんと。ハウね。ハウさんたら、行きましょう。ハウオリシティはローラで一番大きな街なんです。お、マジか。楽しみ。回復しよう。回復しよう。おお、なんかいい感じの、いい感じの時間帯？これってもしかして？しよう。
ヤドンかわいい。いいですね、夏って感じですね。海海完全に俺道路の真ん中突っ立ってたんだけど。あら、なんだ、はるばる遠くからアローナに来たんでしょう。挨拶一緒にしましょう。アローラーアローラーってやっぱ挨拶なんだね。なんかハウが言ってたよね、そういえば。広いお散歩しよろとしよろとしよろと。なるほどね、もうこれみんな仲良くなる。あー戻っちゃったやだやだやだ、俺まだ はね、もうハウオリシティ楽しむから、やだまだ帰らないよ俺は。サモンスターボールありがとうございます。アローラー、あ、はい、すみません、挨拶してくれなかったんだけどかわいい。ほらほら、あー生拳って言うんだ、なるほど。21歳生拳でみたいな感じで言うんですかね、アローラ地方の方は。宿はマイペース、相手の技で混乱しないの、いいですよねマイペース。宿かわいいな。あ、島巡りです、観光です、とりあえず観光です。ありがとうございます、エンジョイします。あ、ここでマップ移動だったんだとりあえずショッピングエリア、ショッピングエリア、あ、入れない、入れると思った。今話しかけようかなって思ったんだけど戻っちゃいましたね。壁ですかね、さっきの人、話しかけられない壁があるのかな、パーソナルスペース的な何かがあるんですかね。足音聞こえたから来たよ、その声は。いいとこ案内したけど、え、どこどこ、何何、ロトムズガン持ってるといいものもらえるって本当、耳がお早いですね。ほう、ポケファインダー、へえ、ポケファインダーね、なんだろうね、撮影ができる。おお、ロトムにタッチするか R ボタン押してください。あー、9時もやってると。とりあえず9時ね。まあいろんな人と交換とかね、すれば当たりやすくなるやつだよね。はい。あ、なんでしょう。ありがとうございます。様々なポケモンを調べておるんです。10種類以上、10種類のポケモンの違いを調査せねばいかんのですが、はい。捕まえる。あ、もうすでに俺すでに超えてたわ。さすが動画タイトルに恥じない恥じない努力。すげえ、ハイパーボール10個だ使わないんだけど、モンスターボール30とかくれた方が喜びましたよ。でもやっぱね、もらうものって何でも嬉しいですからね。そのなんかその人の気持ちが込められてるっていうかね、そういうのすごく大事だと思う俺は。いいこと言った。次行こう。これすごいね、プロモーションビデオ。アローラアローラアローラもうちょっとなんかなかったのかな。さあ、ロトムズ感がパワーアップしましたよ。
取られたんだけど取られたんですけど、美味しいもの行きます、行きます、食べます。ブティック、あーそっちも行きたいそっちも行きたい、やべえやべえ、もうもういいや、この街から出なくて。俺ポケファインダーできるならいいこと教えてやるよ。さっきあれですよね、さっきなんか空手チョップのお兄さんですよね。壁の壊れた部分が撮影スポット、はい、インスタ映えみたいな感じですか。はい、これか。撮りたい瞬間にカメラボタン、へえ。あ、そういう、そういう、あ、ちょっと待って、これ DS 時代傾けで動く。あ、ちょっと撮っちゃったんだけど、うまいね、褒められた。絶対、絶対なんか、とりあえずうまいねって言っとけみたいな、あれになってる。ああ、これオンオフで切り替えられますね、よかった。で、これができて。俺には違いわかんない。ああ、すげえ、なんか。いいねもらえたわ。ありがとうございます。あ、そういう機能があるんだね。なんかちょっとすげえ適当に撮っちゃったんだけどもうちょっとなんとかなんなかったかなっていうのはあるけど、まあまあいいや、まあいいや、大丈夫です。正面から大きく撮影できたら気持ちいいよね。ポケファインダーはとにかく撮って撮りまくるといいね。わかりました、じゃあ撮って撮りまくろうかなと。うむ、うん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 、よかったよかったよかった。さあ探検続けましょう。ブティックですかね、リーリエがいるということは。ここめっちゃ行きたい、めっちゃ行きたい。ライラさんは自分で服を選んでるんですか。わかんないわかんない、あの リアルの俺はそうなんだけど、わかんない、この主人公においてはわかんない。なんかでも選んでもらってそうだよね。なるほどなるほど。これをいただいた、何も買っていないんですが、何でも来店99,999人目記念。うわマジか。レンズケースありがとうございます。これ入ってさ10万人目とかになんない。ありがとうございます。シルクのスカーフ、これノーマルタイプのマゾンネルカップだよね。これ何？とりあえず入ってみよう。めっちゃ欲しいのあるかも。めっちゃ買い物したい。めっちゃ買い物したい。ここにもいた。ここにもいた。川へのを。買いに来た。とりあえずラインナップ見ましょうか。何そのチャリできたみたいなこのポーズいいね。あー、はいはいはい。いやー、買い物した買い物しためっちゃお金使っちゃったんだけど、ほんと図鑑完成どこ行ったんって感じだけど、欲しいものはね僕は買った方がいいと思います。ヘアサロン、ヘアサロン、ヘアサロンだってめっちゃ行きたいんだけど、めっちゃ行きたいんだけど、やばい、お金がどんどん減っていく。いいですね。ああ、ちょっと
お願いしたいですね。一回ちょっと待ってね、考えさせて。ちょっと財布と相談していい？あ、でも意外となんかリーズナブルというか、ね、今なんかヘアアレンジとそのカラー両方のやつにしたんだけど、ニャビー捕まえてるんですね。ありがとうございます。どんなアレンジなさいますか？ミディアム、ショート、ベリーショート。これショートかな。なんか俺あんまり変わらない感じがするんだけどだよねですよね。カラーどうしようかな。ぶっちゃけさ、リアルでこの色なので、この色のままでもいいんだよね。なんで来たんだろうね俺なんで来たんだろうね。完全に興味本位に入っちゃったんだけど。今のカラーがお気に入りな感じですか？はい、そうです。ありがとうございます。これなんで来たんだろうな俺。いやー満喫したわ。でもなんか知らない間に暗くなってんだけど俺居すぎでは、俺居すぎではこの街。元気？元気です。ショッピングモール改装中？じゃあ入れないんだね。あ、いらっしゃいますね、イリマさん。ご覧の通り素敵なシールを貼ってるな。あなただったんですね。シール？イリマさんが？島巡りの証を持つ者がシールを集めていけば自然と島巡りが進む。おお、そういう意図が。ただ油断しているとスカルダンというろくでもない暇を持てました連中言いたい放題だな。島巡りの邪魔をするためシールを外すので気をつけないと。おお、いるんだね。ああ、わかりました。じゃあ剥がしちゃっていいんだね、さっきの。じゃあまあ見つけたら剥がしていく感じの感覚でやっていけたらいいかなって感じですかね。これね、ヌシール。すげえ勢いよく剥がしてねビリーってなんか破れそうなんだけど大丈夫？ありがとうございます、ヒールボール。嬉しい。じゃあポケモンセンター入って、あ、通信してる、いいね。主ポケモン、はい。あんな、うちのんびりしてるね。おお、それって人生無駄にしてる気がしてな。そやさかいテキパキした生き方をポケモンに学びたいねん。ハンオリシティの草むらにケイシーってのがおるらしいから。なるほどね、すぐテレポートしちゃいますからね。もうストイックに多分さぞかし生きてるんでしょうね。ちょっとねお話聞きましょうかね。なんか俺お金半分ぐらいになってる気がするんだけどお金半分ぐらいになってなかった？フェスサークル、時間共有できる。フェスサークルでできることは奇跡的に思えないかい？あ、ありがとうございます。シャラシティのシャラサブレ、ハトサブレみたいな。ごめん、なんでもない